チャオ、あっちゃんです。今日はあっちゃんね、大阪行ってきて、いつもね、上本町の駅のね、地下から上に登るときに、アンファン、上のホームの横にアンファンがあって、プチシュー買ってくんねんけども、いつも気になっててん、ベルギーワッフルがあんねん、その途中の階のところに。それいつも気になっててんけど、買ったことなかったんけど、買ってきました。マネケンっていうのかな、本場ワッフルを申し上げてください。ベルギーのお母さんの味、はい、マネケンって書いてあるわ、ここに、はい、ね、正面小僧のジュリアン君が正面しておりますが、近鉄百、あ、近鉄上本町駅伝って書いてあるよね、これね。とりあえずね、6個買ってきたん。プレーンを3個で、限定バナナチョコと、これはね、バナナチョコが5月限定で、今日からね。で、抹茶が、期間限定宇治抹茶で、定番やねんけど、メープル、カナダ産のメープルを使用したやつと、あと3つは蜂蜜とバターで豊かな香りの基本のベルギー和風を3個買ってきました。ということで、限定を、今日は食べたいと思います。で、基本です。明日食べようかなと思ってます。はい、ということで、食べようか。食べようか。おいで。りょうも早く座って。食べよう。はい、みんなで分けて食べよう。はい。これバナナな。で、これが抹茶。で、これがメープル。この3つは明日な。どうぞ食べて。どれから食べる？抹茶、メープル、バナナ。じゃあ抹茶。あ、じゃあ、なんで、バナナ、ね、人間は味をシェアしながら食べたいと思います。まずこれ、メープル。うん。美味しい。メープル。抹茶が来た。これ半分おかしい。抹茶もね、香り高くて美味しい。チョコバナナ。チョコバナナ美味しい。ドライバナナとペーストを練り込んだワッフルにほんのりビターのチョコレートで仕上げました。美味しい。まあ、クレーンも明日食べよう。いいね、ごめん。やめてる。かわいい。よいしょ。ありがとう。美味しかった。ね、チョコバナナもね、ほんまにね、バナナの味がしっかりしてて、美味しかったし、抹茶はね、抹茶は、もう、なんていうのかな、苦みが、美味しかった。メープルはね、もう定番、間違いなく美味しかったしね。あと、プレーンは、どんな味でしょうか。大体想像はつくけどもね、明日の楽しみっていうことで、明日また食べたいと思います。賞味期限、明日までです。明日ね、オーブンでちょっとチンして食べてみようかなと思うんだけどね。では、バイバイ。